はい、今回はですね、まあ、中日に関する情報と、あとまあ FA に関していろんなね、情報が出始めてるんで、それらに関してね、まとめてですね、紹介していこうかなと思います。まず一つ目がですね、なんといっても中日のね、大島洋平外野手が FA 宣言をせずに残留することが、まあ、28日決まったってことですね。まあ、今日の29日の中日スポーツでも一面出てるんですけどもね、まあ、ちょっとスポニチアネックスに掲載されていたコメントを紹介するとですね、大島選手のコメントですね、まあ、今回はドラゴンズで野球人生を終える覚悟で返答したので、とにかく来年はチームが日本一になるようにやっていきたいと思いますっていうことですね。あと、まあ、中日スポーツでも同じ内容が報じられていましたし、年俸に関しても推定ではありますが3年契約の2億5000万プラス出来高払いってことで、まあ印象としてはドラゴンズとしては奮発したんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、あの加藤代表のコメントもドラゴンズとしてはものすごい誠意を見せたってこと言ってるんで、まあそういうことなのかなと。ひょっとしたらまああくまでこれ推定なんで3年でから8億ぐらいいってるかもしれないですね、ひょっとしたら。うん、現状だから2億5000万3年なんで7億5000万ってことなんですが、結構なんか推定よりももらってるパターンもあるんで8億ぐらいいってるかもしれないですね。はい、まあ何はともあれね、ほっとしましたね。確かにその外野手だと伊藤選手とか、あと大垣選手が来年ちょっとねブレイクしそうかなっていうことが期待できるんですが、まああのね外野手の方でもねハイレベルなね、競争をしてどんどん切磋琢磨していただければいいかなっていうのは思いましたね。はい、あとですね、まあその FA 宣言した選手の中で、まあロッテのね、鈴木大地内野手も FA 宣言したんですが、一応中日も調査はするっていうことですね。加藤代表も調査はしますってことを言ってたんで、まあ、ただですね、ちょっとソースわかんないんですけど、その鈴木選手に関しては在京球団希望っていう情報もあるみたいなので、で、さらに、まあそのね、獲得に向けて巨人ですね、巨人、あと楽天 DeNA なども参戦するみたいなことなんで、おそらく巨人濃厚かなと思いますね。はい、ひょっとしたらっていうか、まあかなりの高い確率で中日としてはもう交渉すらしないかなって、去年の西選手と同じパターンですね。うん、交渉もしないんじゃないかなとは思います。ちなみに福田選手もどうかな、大島選手が結構高い年俸で残留したんで、ひょっとしたらその様子を見てね、他の球団が福田選手に対して結構高いそれなりの金額の契約を提示した場合は、福田選手の場合ももうほぼね、あの交渉もせずに、撤退っていうことになるかなっていうのはちょっと思いました。あくまで推測ですけどね。うん、なんとも言えないです。ただ一番ね、自分としては今気になっているのがそのロドリゲス投手ですね。はい、全くわからん状態なんですけれども、今のところ国内球団ではオリックス、巨人などが獲得に、興味を示していますね。ただね、その中日を退団した場合で一番可能性高いのはちょっとメジャーなのかなっていうのも思うんですよね。うん、そのあたりがそのちょっとワールドシリーズが終わってからどうなるかっていうことですね。とにかくね、うん、ちょっと、うん、気になります。はい、またちょっとロドリゲス投手がもし退団してしまった場合っていうのはね、新しい外国人のね、少なくともリリーフの投手はね必要かなと思うんでね。で、まあその他のニュースではあるんですが、まずですね、中日がですね、その楽天を退団した栗原健太2軍打撃コーチを打撃コーチとして招聘するようですね。最初なんかどっかのその記事か情報かわかんないですけど、まあなんていうかな、その単身赴任がどうこうっていう理由で退団してたような気がするんですが、ちょっとあの確定な情報じゃないんですけどね。ただまあ結局は中日に来てくれるってことですね。与田監
監督のつながりかな、やっぱり楽天っていうことはね、もともと広島の選手でしたもんね、栗原選手は。だから広島に帰るのかなとは思ってたんですけど、はい。で、あと、まあ、FA の先ほども言ったかもしれないんですけど、まあ、美馬学投手が FA 宣言して、まあ、こちらは、まあ、複数球団が獲得に向けて、参戦するようですが、巨人がやっぱり最有力候補なんじゃないかなっていうのは思いますね。だから巨人は鈴木大地選手と美馬投手を獲得するんじゃないかなとは思うんで、何とも言えないですけどね、はい。で、あと、まあ、その西武の戸亀健投手は FA 宣言した上で残留かみたいなことはなんか、うん、報じられていましたね。どちらにせよ残留なのかなっていうのは思いました。中日はあんま興味なさそうでしたよね。一応で、ね、愛知県の選手なんですけどね、うん。で、日本ハムのですね、その中島拓也内野手に関しても FA 宣言をせず残留っていうことらしいんで、まあ、ここに来て一気にね、それぞれ FA 宣言、FA のね、宣言できる選手の動向がどんどん決まってきたかなっていうのはあるんでね、またその辺また何か情報があったらね、お伝えしようかなと思います。まあ、とにかくね、中日としてはね、ロドリゲス投手がいなくなった場合、多分 FA に関しては調査するとかね、参戦したいっていうコメント出してるけど、そんなに積極的にはいかないと思うんですよね。むしろ外国人選手をどうやって取ってくるかっていうことにあるんで、まあリリーフのピッチャーである、あと外野を守れる選手は一人は獲得するんじゃないかなとは思うんでね、その辺ちょっと気になるところではありますね。里崎さんもね、来年の中日は強くなるかもしれないってことは言っていただいてね、自分としてはすごく期待してるんですけどね。まぁ、ちょっとね、情報があったらまた、お知らせして、紹介していきたいかなと思います。では、この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。